みこばたけしのカチャレ。おお、行きましたね。よっしゃー、はい、よっしゃー。おお、うわ、来た。さあ始まりました、生駒たけしのカチャレ、なんと13回目ということで、もう1年過ぎましたけども、今回のゲストはですね、まあ買ったことがないゲストさんでございますけども、しかももう使うときにものすごく使うという、ちょっとこう不安しかないゲストなんですけども、まあとりあえずお呼びしたいと思います。この方たち、どうぞ。よっしゃー、生駒さん。いや、ついに最強メンバーが揃いましたね。よし、ここよく言えたな。何がですか。よし、はい、こんな奇跡ないですよ、僕らね。いや、なかなかそうですよ、なんて。もう前回、はい、悪夢も覚えてますか。はい、忘れられません。はい、もう笑いながら最後投資してたからね。そうです、そうです、うん、いや、本当にびっくりしました、うん、まさか、うん、サラリーマン番長、うん、ね、あの僕の前に打ってた、うん、おじいちゃんが、うん、ART 直撃させて、そうそう、うん、まあ、これ高設定だぞ、うん、言って、そのまま6万。6万、まあ、結果として高設定じゃなかったと思うんだけどね。まあそうですね。ただどこで引き使ってんだって話なんですよ。その前の人。そうですよ、僕と。そういうことをね、こいつは昔からよくやるんですよ。ほんとそうですね。ほんとに薄い、余計な薄いとこ引いちゃうっていうパターン ね。今んとこ勝ち上げでは僕と池田合わせて今マイナス7000枚ぐらいなんで。ちょっと耳、小耳で挟んだんですけど、はい、最近ジン君がめちゃくちゃ勝ってるみたいな、むちゃくちゃ勝ってます。もうね、なんだろう、もう最近、ああ、この台のフリーズ引きたいなと思って座るようにしてます。腹立つな、なんか。まあ12回やりまして、はい、で、やっぱりこう、なんていうのかな、個々に立ち回って連携感が全然なかったです、まあね、確かにそうですね、本当に。ただ、はい、お二人さんはもう同期で仲もいい、そうですね、はい、もう昔からパチスローよく打ってて、連携もバッチリだと思うんですよ、うん、もうバッチリ、はい、そうですよ、当然です。今乗ってるからこそもう楽しみでしょ。なるほど、確かにめちゃくちゃ勝ってるから、うん、だから本当にこのフリーズ見たいっていう台言ってくれたら僕明日打ちますんで。もうそのフリーズ引いたらもうお呼びしますんで、それは。いや、別に人のフリーズ見たことない。いや、ちょっと待って、こういうとこですよ、連携できた。そうや、誰かが引いたら嬉しいでしょ。そうや、そうそうそう、これみんな三密ですから。そういうことですよ、ほんとに。前回、窓マジを打ったんですよ。そうそうそう、はい、あ、そうですね、あともこれだけは統一させよう。はい、データ表示器、はい、見て3日間見れます。はい、3日間こうがっつりへこんでるやつ狙っていこう。なるほど、わかりました、開けてない。なるほど、オーケーオーケー、よし、それ見ていこう。かな、とりあえずここを押さえておきましょうか。いや、行くかわからないですよ、けどね、やっぱりほんまにこうロックを狙っていくなら、やっぱりキスラ間違いなく入ると思うんですよね。窓マギ打ちたいですよね、窓マギ。これですね。毎回窓マギ出てる気するんですよね。窓マギ打ちたいなと思って。じゃあ、あれが一番ついてないんじゃない？これですね、1010ですもんね。やばい、負けた、負ける2人。さあ皆さん、ちょっと神妙な面持ちからのスタートとなりましたけど、はい、どうしたんですか。そうですね、やっぱそうですね、その、うん、まず、うん、チームワークって言われたんですけど、そうだね、うんうん、どういうのがチームワークなのかわからないっていう。いやいや、あの、まあ、そら3人並んで打つこともそうそうないわけよ。そうですね、やっぱこの散るわけでしょ、はいはい、目が届かないじゃない、そんな。まあそうですね、状況が分かんないですよね、はい、そうそうそう、こう打ちながら自分の目の届く範囲後ろ含めて、はい、あ、よさそうやな、パッと開いたら開いたよ、はい、
そうですね、ああここ空いたよっていう、で今こういう状況で投資がこれぐらいなんですけどどうしようっていう、3人でトータル狭い持っていくっていうのが僕、ね、なるほどなるほど、あそういうことですね、うん、はいはいはい、ジャブ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 勝手に使ってたわけよ今までね。はい、確かに。そうですね。まあだからそういうところをこう、はい、まあそう LINE しようよ。あ、いいですね、うん。もう打ちながら。打ちながら。共有するってことですね。うん、あ、はい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 。グループ作って、もう状況を。そうしようよ。あ、報告しましょう。今もうこういう状況なんですけど。はい、確かに。むっちゃ負けてる時は嘘ついてもいいですか。あかんよ、ダメっす、あかんよ、嘘ついたら怒られそうだからね。そうですね、ちょっといや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 、嘘つきたい、嘘はあかんって。で、岸の候補としてはい、だからもうマジで、うん、でも、うん、こう設定積もりましょう。いや、そうや、うん、はい、うんうんうん、確かに、ね、運で勝つとかじゃなく、ちゃんと、うんうん、情報もね、共有しつつなんで、確かに確かに、初代のマドマニと3番って、はい、すごいいいダイスやと思うね。そうですね、やっぱり何台かこう毎回入ってるなっていうイメージはあるんだね。はい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 、はい、そこの2機種2人あ3人で攻めるか、はい、まあ絆いってもいいし。ああ絆っすね、絆いけたらね、絆一番いいですけどね。絆もけどもう朝一必ず埋まるから。そうなんですよ、そうね、ねえ、まとまり1台だけなんかね、うんうん、あの3日間見ましたけどへこんでた台ありましたね。ああったあった、いけたらいいな、うん、うん、じゃあバドマリとサラバンにしましょうか。よし、絞る。そうしましょう、はい、うん、はい、だから勝ち上げだけど、はい、もうこの2年目突入して、はい、ガチ上げでいくから。その言葉待ってました。いや、ダセーんだろ、こいつのセリフが。ようやく言ってくれましたわ。ダサいって言ったなんか、うん、え、でもそうですね、ガチでいきましょう、うんうん、よし、わかりました。もう僕はそのさっきの下見でちょっとハーデスしか見てなかったんで、後で情報ください。何を食べるんですか、今回は、はい、伊勢海老尽くし粉。えうーわすごい、ええマジっすか。お作りから焼き物、煮物などありまして、え、7,000円でいいんですか。7,000円でいけるんですか。いや、後で実はね、12,000円とかって。普通のただのぼったくり。そんなわけないです。ぼったくりではない、12,000円やったら。いや、マジでこれ気持ちよく食べようよ。いや、確かに伊勢海老好きでしょ。いや、それ好きです。嫌いなやついないでしょ、伊勢海老が。ねえ、いや、これ、これは来ましたね。これ、うん、勝った時の伊勢海老と負けた時の伊勢海老、全然違いますよ。確かに、うん、いや、全然違うよ。多分甘くないと思う。うわ、絶対やだ、甘くないっすね。絶対やだ、甘くないっすね。そう、連携プレーだぞ。おはようございます。おはようございます、いらっしゃいませ。台数的に、あ、これ下か、2人昨日の作戦会でそのサラバンマドマギって言ってたんですけど、よし、台数的にそんな多くない島なんで二手に分かれようと思って、あの二人まだまだ行きたいって言うんで、僕サラバンの方もあります。朝一降格か否か、はいはいはい、でそこ判断します。弱チェも、はい、カウントしつつ、分かりました。まあなかったラインで、はい、分かりました。まあアルティメット引いたら呼びに行ければいいですね。じゃあ、あ、すいません。いや、たぶん永遠に来ないから。出てないのがこれとこれなんですよね。これガッツリへこんでるな。まあ言ってもジン君はもうパチスロだいぶ詳しいんで、安心っちゃ安心ですね。門が開いたらいただきらしいよ。まあ池ちゃんの横にいるんで大丈夫かなと。いや、3人でもう狙い絞ってるんで、1人積もれば本当にいいんで、もう言ってみればめちゃくちゃリアルなこと言えば、本当1人積もればもう打たなくてもいいのが、はい、まあ番組としてそれ成立しないで打ちますけど、とりあえず朝一は当たらなかったんで、
まあ、次目指すところは200のゾーン、まあ、その間にレア役解除できればね、いいんですけど、まあ変更強度云々まどまりとかもそうなんですけど、ここ変更してないっていうイメージないんで、決めちまえ、決めちまえ、天守入る前ちょっとだけチャンスアップパターンあったんで、今のも一応チャンスアップパターン、これは頼むぞ、頼むぞマジで、頼む頼むって、あらマジか、チャンスアップでした、いやこれ当たってくれればほんまに困る、初めて来た、よし200のゾーン当たりました、23パーよー、7を狙え、7来い7来い、あーかか、まずこれで第一目標は頂につなげる、第二目標天国へ行こう、この2点のみです、うわー40で終わりすぎ、行こう、さあ行こう、さあこれもねホームダステージに移動すればいいわけですからね、もっとこう移動せず、移動しないな、マジか、まあまあまあでも全然ね、うわまあいいか、もう朝当たったら楽だよね、うん、さあおお、なんだ、いやー厳しいな、速攻で片付ける、おい、はいはいはい、熱い、え？何で？スイカ？いや、あのね、もしかしたら最初の朝の普通のゲーム数の前兆が始まってる時にチャンス目引いて、あで1個目の前兆終わった後にすぐ前兆が続いてて、それとスイカの演出も重なってわけわかんない、あおいでもまあ早い、まあチャンス目で解除もいいからね、あいや悪くない、
さあ朝一はビッグでお願いしますよ。オーケー、よし。いや幸先いいですね。おお、表面、表面の引いた。うわ、うわ、これはこれは引きたい。めっちゃ大事。もうこれはものにしたい。頼む。うわー、頼む。うわー、30ゲームスルーした。30ゲームスルーしようが、また入れればいいんだよ。ほら。おっしゃー、あ、早い、来た。来た、よっしゃー。40ゲームもやりゃそれ入るわ。お、もういいよ。いや、それで入れちゃってもいいよ。よっ、来た、予告、予告。おーっしゃ、よし、おーし、すぐ手つないじゃん、もう。よし、よし、続こうかな、続こうかな。よし、最高の展開だ。俺たちの動きだいぶ気になってる。あ、楽しい、みんなで打ってるの楽しい。おー、お二人とも、あ、ゼブラ子ちゃん、ゼブラ子です。お、ゼブラ子ちゃん、隣同士で打っていたんですね。はい、そうなんですよ。珍しくいい感じじゃないですか。はい、どうしたんですか。じゃあまた、じゃあまたじゃないよ。せっかく来てくれたんだから。あ、なんすかこれ。この後も皆さんに幸運が続くように、このタヌキチオリジナルミニタオルをお二人にあげちゃいたいと思います。だから単純に可愛くないですか。宣伝しに来たってことですか。いや、そうでしょう。使ってください、どうぞどうぞ。いや、宣伝でしょこれ。後で裏で渡してくれればいい。ありがとう、ありがとう。じゃあ返してもらっていいですか。え、何なんだよ。たぬきちオリジナルミニタオル絶賛発売中です。いやいや、何で言う。取るな取るな、もう取るな。いや、やめろ。この ARP を伸ばさなきゃいけないわけですよ。え、どうした。楽しいですねって送ったら。ああ、大丈夫か、竹さん、まだ当たってねえんじゃねえか。あれ、何これ、今日これ、なんだこれ、上乗せの演出なんだけど。でも、ベルナビ、おい、ここで超ベル、おお、おい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 、ありがとうございますね、本当にね。おお、いやー、今来た、びっくりマーク3つ出た。タッチ、え、タッチあんまり見たことないな。いや、これ確定薬もあるんじゃねえか。チャンス目か、チャンス目。いや、こんな演出の割に、いや、気のせいじゃなかった、嘘はついてないもん、別に。いや、嘘ついてないけど、なんかすごいの来そうな感じだった。
おお赤。おお。やったわ。さあどっちだ。ああボーナス。いやこれでまあちょっと天国も分かんなくなっちゃったけど、でも全然いいっすね。ああレギュラービッチボーナス。お変身前。お変身前は天国確定かな。まあまあ今のところジン君の方がちょっと高設定挙動はしてるから、プチボでお菓子の魔女変身前あのライド服って出てるんですけど、変身前天国確定なんで、エビ変身後ならマドビー城なんでね、まあまあイケちゃんは楽しいって言ってるからいいんじゃないですかね。でまあまあ俺のダイブ言っても言ってもこれ B っぽいとこ行ってるんで、まあ、正直かなり高設定ショットなんですよね。まあこっからの展開次第です。どういくかどうなるかやな。あーつい。お、弱中弱中。いやーよかった、ぶち込んだ自力で。おお、引きましたね、よかった。まあ、これを活かせるかどうかなんですけど、どうかのね、セット上なんで。穴を狙う。いやー頼むわーマジで。あーレオ役こらマジか、おい。うわ40で、あくからやった、くそ。お前ふざけんなお前。緊張しちゃったちょっと。結構見やすいバーだぞお前。いやこれ叩かれんだろうな。いやー関係ねえ。いいんじゃないですか結局。うおおおおおやったやったやったぜ。いや絶対そうだよ。
全然熱くなかったのに。さあ、十分朝一の ART で967枚。まあ天国、まあ、B 朝一設定後からの B 以降、そこから天国打ち込んで、まあ、3回目のボーナスなので、これいただき1ヶ月慣れた。よかった3回目のボーナスに来ていただきつながりました。ほんまによかった。銀の魔女。あ、お、出た。あ、出てない。ほら。勝っちゃうんすよね。お。勝っちゃうんすよ。チャンス目で。チャンス目。よし。はい、早いな。素敵な女性になりたいな。これ全部ビッグっすね。わー、いいな。どれどれ。やった、嬉しい。白。うわぁ、花火。あ、これ初めて見た。じゃあチャンス目か。おぉ、これ何。えこれ確定やけ。え、待って待って待って。え、どういうこと。なんか 80% っぽいです。確定やけ。行かせるかどうか教えてあげるべきですかね。こう言わない方がいいっすよね。そうですそうですね。見てくれないかな。わけわかんねえな。
さあここだ。おお、うわ、来た。え、これ、これ、は、マジか。ちょっと待って。やっぱそうなのか。後継続のワルプルギス。いや、初めて見た。ナンバー80パーループか。いやー、めっちゃ大事。おい、ここ。うわ、ちょっと待って。めっちゃ大事だよこれ。頼む頼む。マジでこれ笑えないからな本当に。いやマジでここが今日の運命を占うところ。行ってきます。うわーすげえ、はあ、うわー初めて見た。オッケー。いやいやいや、そらそうよ、怖い。いやもうやだ、ちょっとマジでやだやだ、打ちたくない。いや、まだまだこんなもんじゃねえだろお前。そういうこと、80だもんな。怖い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 。あ、音楽が。さあ、お前ばっかりだな。まあ大丈夫でしょう。まあ、やれ。やめてよ、マジで。マジでやめて、本当に。本当にやめて。ああ、もう。もう、耐えらんない。もうやだ。誰か撃って。胃が痛い。さあ、ここ大事だからな。いや、よし、ゴー。ここ行ったら、追撃。いや、お前ばっかりだな。うわマジでやめて、ほんとやめて。よしよしよし、あぶねえ。よし、いったいったいった。さあ、追撃。よし、おー、よし。オッケーオッケーオッケー。よし、いいよ。よし、出せんなお前。いや怖え。おお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 おはい。よし、よし。いやあ。まあでも、まあ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 。よし。いやだ、17連した割には少ないけど。5が多いんだよな。うわ、17連回転じゃあと3連で白7やったのに。あー、もったいない。また完走すんのかい。頼むわマジで。左足、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 左
下段あおラストジャッジ。行くぞ。おお。天国行ってる可能性がある。あ、2連続。おっしゃっしゃ。天国やと思う。はい、いやーちょっと上乗せしたら絡んでたのに、まあ、贅沢言われこれけど挙動は悪くないです。 A から天国今2連続なんで、あとはもういただき頑張るしかないっすよね。いや、二人楽しそうな展開で。いや、そうですね。はい、今んとこ、全然プラスの状態で。そうだよね。はい、投資も使ってないもんね。全然僕もまだ2000円ぐらいなんで。はい。僕も5000円で。うん、俺やめようかな。え？ノーマルタイプどうかな。え？え？今どんな状況なんですか？今どんな状況っすか？モード1個は6以上。おー、そこ結構重要な気がしますけどね。いや、そうやねあれそうやいやけど、その青7引いてもいただき、つなガラスとかいただき、いただきいっても乾燥したりとか、あまあまあ、そう、まあ、ただの引きだけないけど、けど構成的だ、構成的じゃあ、全然いや、どうもいいんじゃないですか。楽しくない。いや、言わないでください、楽しくないってそのたまに繋がれへんねん。いや、まあそうですね。それでもここはもう我慢でしょう、やっぱり。だって打つ？え？打つ？じゃあ俺の誰が打つですか？ダメ、絶対ダメ。なんで？いや、オープニングと言ってること違いますからね。チームワークだから。いや、そうですね。チームワークってじゃあ飽きたら交代とかじゃないんですよ。何？いや、まあまあだから挙動ほんまに悪くないんで、はい、ちょっと頑張ります。はい、はい、とりあえずご飯行こう。そうします。あれ待って。どうした？あ、びっくりした。あ、何？俺財布ねえかなと思って。いや、普通に普通のマイナスになっちゃうの。普通の声出しちゃって。お前今回ってんじゃん、お前。ごめんなさい。あとは出すだけで信じて、マークです。おう、中段チェーンできました。ここで行くか。いやー、す